多数の空気室からなるロホクッションは、使用者に合わせて空気調節を行う必要があります。これは空気を入れすぎても抜きすぎても圧力分散の効果が発揮されないためです。体圧を測定する X センサーで、空気を入れすぎた場合、ちょうど良い場合、抜きすぎた場合と、それぞれを客観的に比較してみましょう。空気を入れすぎた場合をご覧ください。矢印で示している部分が座骨部です。この画面は座骨部に圧力が集中している状況です。一方、空気を抜きすぎた場合はいかがでしょうか。やはり座骨部が赤くなっています。空気が抜けきってクッションのゴム底に座骨がついてしまっています。これでは空気室の意味がありません。では正しく調節した場合をご覧ください。全体が青く赤い部分がありません。座骨部に圧力が集中せず均等に分散されています。このように正しい空気調節を行って、初めてロホは効果を発揮します。